神奈川県三浦市の沖合でプレジャーボートが燃えました。一時激しい炎と黒煙が上がりましたが、全員無事救助されました。船舶が黒煙を上げ激しく燃えています。上空からでも炎を確認することができます。7日午後3時半過ぎ、三浦市の城ヶ島付近で航行していた船舶から、城ヶ島沖で船が燃えていると118番通報がありました。横須賀海上保安部によりますと、プレジャーボート1隻が激しく炎上し、船長を含めた7人が乗っていましたが、全員が救命胴衣をつけて海に飛び込み、付近を航行していた船によって救助されました。怪我をした人はいませんでした。横須賀海上保安部は、乗っていた人から話を聞くなど、出火原因を調べています。